右大将殿、申し上げます。野原城が天陸と夜明けの騎士率いる銀の袋どもに包囲されております。急いで野原城へ戻るぞ。その体では無茶です。ふむ、俺様も見てるだけで気絶しそうなんだぞ。うるせえ、傷なんかに構ってられるか。どうせこの砦も囲まれてる。転移魔法が使える隊員を、王冠士を呼べ。空間転移魔法で全員一気に野原城まで。右大将殿のおっしゃる通り、それが最速で我らが野原城に戻れる方法。しかし城まではかなりの距離がある。空間転移は肉体、そして意識までもオレーソに変換し、目的地で再び再構築する術。病や傷がある者には多大な負担がかかります。いかに右大将殿でもそのお体では長距離の空間転移には耐えられません。王冠士には動ける兵のみを転移させ、我らは陸路で騎乗しましょう。バカ野郎、んな悠長なこと言ってる場合か。城を包囲してる銀の袋の中には夜明けの騎士がいるんだろう。だからこそです。悔しいが夜明けの騎士は非常に手強い。たとえ右大将殿でも満足に魔石器も握れぬ状態では牙を抜かれた魔獣も同じ。それがわからないあなたではないはずだ。あなたが鍛えた近衛兵たちとマレノア様を信じましょう。きっと我らが駆けつけるまで持ちこたえてくれます。わかった。クス、皆の者撤退だ。衛星兵は負傷者の手当てを、王冠士は動ける隊員を大至急野原城へ転移せよ。急げ。右大将殿と私は陸路にて騎乗する。野原城、マレノア様を頼んだぞ。お前たち、夜の祝福あれ。右大将殿が城を離れる気を虎視眈々と狙っていたか。卑劣な人間どもめ。コブン、俺様たちどうしたらいいんだぞ。よし。わっ、何なんだぞシルバー、急に自分のほっぺた引っ叩いて。落ち込み、うずくまっていても状況が好転することはない。俺たちに何かできることはないか考えなくては。